先生今日もよろしくお願いします。お願いします。アンケートを作るにあたって何か注意点ってありますか？なるほどね。注意点ね。はい。えー、アンケートの注意点。まあアンケートの最大の敵は一体何かっていうのを考える必要がありますよと。で、アンケートの最大の敵とは一体何かっていうと、はい、面倒くさいです。はい、お客さんが面倒、アンケート面倒くさいんですよ。はい、佐藤さんどうですか？アンケート書いてくださいって言われたらどう思いますか？ 面倒くさいなんくさいなんですよ、お客さんからすると、え、アンケート面倒くさって思うのが普通なんですね、だからこの面倒くさいを突破しなきゃいけないわけですよ、アンケートを取ろうと思ったらね、お客さんに書いてもらおうと思ったら、だからアンケートっていうのは、A4 で何枚も何枚もあるなんて言われると、うわ、もうこんなん書きたくないわって思われちゃいますから、サイズは A4 用紙1枚までにしましょうねと。でアンケートののの質問の中身内容っていうのは 7つまでにしましょうと。と7つ以上あると、うわ、多いな、これっていうふうに思われてしまいますから、まあ、要は、面倒だなとか、多いな、これ、嫌だなと思われたら、お客さんはアンケート書いてくれないわけですから、あの質問の内容は7つまでにしましょうねと、アンケートを書いてもらう一番の障害は、めんどくさいですからね、うん。で、あなたのお客さんのめんどくさい。 あなたのお客さんはそのアンケートを書く面倒くさいを超えてもらわなきゃいけないわけですね、うん。で、広告だとか営業とかで使うアンケートっていうのは、この 丸,を丸で書いてね、いい、普通、悪い、丸を書くとかじゃなくて、その記述式なんですよ、どう思いましたかとか、何に困っていましたかとか、どんな,な悩みがありましたかとか、それどう解決しましたかっていう記述式なので、もう基本的にすげえめんどくさいんですよ、めんどくさいアンケートをお願いするわけですから、そのお客さんにとってその、めんどくせえなっていう、ね、その突破してもらわなきゃいけないわけですよ。でななななんんんでそんなめんどくささいいいアンケートを取らなきゃいけないかっていうとうお客さんの心理が 知りたいからです。はい、そのマバツだとか、その普通いいね。とか普通良くないとか。ああいうのでは、お客さんの本音がわからないんですね。心理がわからないので、記述式だったら余計書いてもらえない、ね。ってか難しくなりますよ、ね。そうだから、アンケートの最大の敵は面倒くさいなんですよ。それをどうにかしてお客さんに乗り越えてもらわなきゃいけないわけね。うんだからアンケートを取る時期っていうのも結構大切なんですね。僕はあの1番最初そのアンケート。 あのやろうと思ったときは太陽光発電を設置してからその5年とか6年とか、ね、その経過したお客さんにお願いしていたわけなんですね、うん、でもそれって結構リスクなんですよ、なんでかっていうとその何年も経ったお客さんっていうのは忘れちゃうんですよ、その例えば太陽光発電を導入した感動だとか何に悩んでいたかっていうのを忘れちゃうんですね。 僕もお客さんもね忘れてしまいますから、ですから一番いいのはその商品を納品っていうかねこの工事したら、工事した1ヶ月以内にやりましょうねと。1ヶ月以内です。はい、僕だったらその太陽光発電を設置して1ヶ月以内だったら、まだ 興奮している状態なので、皆さんいいことを書いてくれるんですよ。でしかも、興奮してるし、うわあ、やったーっていう思いがあるから、書いたのでーっていう <laughs>、高いわけだね。可能性が高いわけですよ。逆に、興奮が冷めて、太陽光発電を設置している状態が、 普通の日常になってしまうとその思い出しながら書くことになるのでアンケートが面倒くさい作業になってしまうんですねだから1ヶ月以内にまだ興奮めならううまだ興奮している状態の時に書いてもらいましょうねと、うん、でアンケートをそのまま直接ポーンと送ってもそのやっぱなかなか書いてもらえないわけですからその手紙も一緒に、ね、添えて 送りましょうねとぜひ書いてくださいっていうその熱い熱いメッセージを込めた手紙を一緒に入れてそのアンケートを送るとお客さんは書いてくれますよと、うん、で実際アンケートってどれぐらいの人が書いてくれるのかっていうともうある程度データが出てるんですねアンケートを書いてくれる人っていうのは20人に1人ぐらいしかいないっていうふうに言われてるんです20人に1人よアンケート要はだからら100人に対したら 4人ぐらいしか書いてくれないってわけね。ってことは4、4%です。書いてくれる確率は。96%の人は書いてくれないわけ。これがアンケートの実,施実態です。じゃあ僕はどうだったか。20人に1人しか書いてくれないアンケートっていうのが、僕は。 6人人に1人アンケートを書いてもらうことに成功しましまた、はい、これはあの手紙を添えたからっていうのはあると思いますで実際に電話もしてアンケートをあの書いてくださいねっていうふうにやってたんですねそしたらお客さんがあの,あの手紙をもらった時は普段アンケートなんて私は書かないんだけどあれを見た時は書かなきゃっていうふうに思ったっていうふうに言ってくれましたのでアンケートっていうのはちょっと工夫するだけで。 めちゃくちゃゃくく書いてくれます、はいまあ、だから通常の3倍から4倍近く書いてくれる確率を僕は上げ,上げることができたよと。で、僕は後半の方になってきたら僕、僕100%でしたからね、<laughs> ほぼ100%あのアンケートを書いてもらってました。はい、もうそれぐらいあのお客さんの反応っていうのは、やり方によって劇的に変わることができますよと。あのクオ・カード500円とか、そういう金券を上げることなく。 うん、あのそういうことはすることができますよあの、アンケートを書いてくれることはできますよってことになるんですね、うん、じゃあ、アンケート、どんなアンケートしてるんですかと、どんな質問を投げかけてるんですかと。 と言うと、あのまあ、僕は、まあ、有名な7つの質問がありますので、これを僕はもう忠実にやってるんですね、だからこれを見て、アンケート始めたいなと思っている方も、ぜひまねしてやってくださいねと、で僕はあの太陽光発電を売っているので、商品名は太陽光発電になっていますから、今から7つのこの質問というのをあの伝えたいなと思いますで。まず1つ目、アンケートの質問の1つ目は、太陽光発電をしたいなと思ったのは、いつ頃どんなきっかけですか。 2つ目太陽光発電のどのような点に魅力を感じましたか3つ目太陽光発電を購入前何に悩んでいましたかまたどんな不安がありましたか4つ目それはどう解消しましたか5つ目、えー、購入する際最後の決め手になったのは何でしたか6つ目実際使ってみてどうでしたか7つ目 当社のような太陽光発電の販売会社がたくさんあるにもかかわらず何が良くて当社にご依頼していただいたのでしょうか、なぜ当社なのですか、この質問をそのまま真似してやってくださいねと。 でこれ A4 用紙1枚でちゃんとまとまるように、ね、やっていただければなとこれがあると営業やクロージングなどの商談時に役立ちますしその何に悩んでいたのかとかどう解消したのかとかどんな手に魅力を感じたのかとか気になる部分がその新しい新規客がねこれから太陽光線やろうかなどうしようかなと思っている人がものすごく参考になる7つの質問になってくるわけですねでこれを見たらあそうそうそう,そう私も僕もその思ってるんだよね太陽光線 これがきっかけだったんだよね、そうなんだよねとか、でこうそういう点に魅力を感じてるんだよね、そうそうそう、こんな不安があるよねと、で、えっ、解決できるのみたいな、でやってみてよかったと思ってるのみたいな、でえあの、この会社に頼んでよかったと思う、電話とか、僕はあの最後の7つ目の質問に対して言えば、あのなぜ、うちで選んでいただいたんですか 良かったと思う点を3つ教えてくださいっていう点を書いてましたから3つ強制的に、ね、いい点をお客さんは書いてくれるみたいな感じになってくるんですね。この7つの質問、悪い点を教えてくださいなんて1つも書いてないわけですね。うん、いい点しか聞かないっていうこの、この最強のアンケートっていうのをぜひ実践してやってみていただければ。 書かないです書かないよね、はい、基本的に書かないの、ね、よ、そんなのは、基本的に書かないです、あのだって面倒くさいんでも、ご意見、ご要望なんて言ったら、多分デメリット書いてくる可能性もあるわけでしょ、うん、そんなのいらないから、メリットしかももう欲しくないわけ <laughs> で、7つまで質問してて、さらにご意見、ご要望なんてないから、うん、こんだけ7つもやってたら、面倒くさくて早く終わりたいっていうのもあると思うし。 こんなのいらないからね。この7つの質問だけで十分です。この7つの質問があれば、広告やダイレクトメール、ホームページに使えるメッセージをお客さんからもらえることにもなりますし、この用紙をばーりたくさん集めていったら、お客様の生の声、レポートみたいな風にもできますしね。欲しい方は、あのね、あの、 お問い合わせくださいって言ったらプレゼントすることもできますし、僕はこれを、えー、プレゼントすることもやっていましたけど、営業のクロージングの前に僕は配ったりしていました。ぜひ見といてくださいねって言って。うん、そうしたらもうもうね、9割ですよ。90%以上。<laughs> <laughs> ほぼ決まるみたいな <laughs> 回収方法はどうしてましたか回収方法、アンケート,ケート書いてもらうというやり方、書いてもらって回収方法の、これはあの返信用の封筒っていうのを一緒に送あの渡しておいて、これで送ってくださいっていうやり方か、ファックスで送ってください、もしくはメールで送ってくださいとこの3つをやっていましたね、できればお客さんの直筆で書いたやつが欲しかったから、あのそっちの方はねあの本当は良かったのからあの。 返信用の封筒を入れてこの封筒に入れたら切手不要でいけますのでこれでお願いしますっていうふうにやっていました、うん、一番最初僕何やってたかって言ったら切手を、あのー、渡ししてましたそのアンケート書いてくださる中に切手を送っておいてでその切手を貼って 送ってくださいねとでもしファックスで送っていただけるならその切手は自由に使っていただいて構いませんっていう風にやったからファックスでも送ってくれたしその、ね、あの封筒でも来たしみたいなだからそういきなりお金もらえるじゃないけど切手を <laughs> そのままもうね入れて送ってるわけですから。 そしたらもうああ送んなきゃみたいな感じになってくれたのかなというふうに思います。それは一番最初の,その1年5年とか経ったお客さんにもお願いしてたときにやっぱそれぐらいでわーってきたのでね、うん、その時その時に6人に1人のお客さんにわーってきたんでよーしっていう感じだったんで,、ね、でそのあとは 100%, 人もう100に近い形で僕はもらっていましたからまあまあまあ、まああのー、慣れてきたら、ね、その質問を書いてもらってもいいと思いますそのあなたに合わせてオリジナルのアンケートを作ってもいいかなと思います。だから 削ってもいいいと思います7つじゃなくても6つとか5つとかにしても全然 OK だと思いますし僕もいろいろちょっとアレンジしたそのアンケートを作ったりましてやっていましたからまあまあまあただあの7つの質問のあのルールは変えてはいけませんよと削,っては削ってもいいかもしれないけどもかんなんか変な質問を入れるとかいうのはやめたほうがいいのかなという,ふうに思います。ああの7つののつ質問であなたの強みを 教ええてもらえるこの必須のアンケートというか必須の質問になりますからぜひこの質問をみんなにしてお客さん自社のお客さんですよ全然他人,の他人なんでやってもしゃあないので自分のところのお客さんに全部聞いてもらってその回収しましょうねとそれをそのみんなに、ね、また次のお客さんのところにバーって見せていきますよってなったら二重の効果がね出てきますよと。 いいいことしか書かか書ないわけだからお客さんはいいこと書くわけだからねやってよかったなやっぱりとか言って <laughs> 催眠術じゃないけどそういうふうに暗示をかけることもできるかなというふうに思いますからキャンセル防止にもなります、ね、このの最強のアンケート僕も マーケティング、ダイレクトレスポンスをやったときに、一番最初に取りかかったことなので、ぜひアンケートやってみてください。あの営業会社って、アンケート、めんどくさくてやらないところが多いと思うんですけど、伸びている会社っていう、マーケティングを強化している会社っていうのは、みんなアンケートやっていますから、ぜひアンケートやりましょう。はい、あの例えば外壁塗装とか、リフォームのところで、職人さんしかいないっていうところもいらっしゃると思うんですよね、営業マンがいないだとか、そういうところって、ねそういう、そういうのってめんどくさくなってくるからやらないと思うんですけど、 ぜひやりましょうこれは面倒くさくても絶対やるべきです、はいあの、自分のところでちゃんとお客さんを捕まえるっていうことをやっていって集客を自分のところでやるんだとうう思うんだったらアンケートは絶対必須ですので。 ぜぜひぜひやりましょうねとこの7つの質問をやってもらったら必ず、ね、自社の,その強みだとかお客さんがこれを見てあ,あなたにお願いしようとうう思ってくれるツールも出来上がりますしねこれ見るだけでお客さんがあ,あんたのところでお願いするわという風になってくれますから最強のツールなんでぜひアンケートやりましょうねねとと言いたいいたたです、ね、辻先生今日もありがとうございましたありがとうございます。